今の臣民めくら寸法ばかりと申してあるが、その通りでないか。この世は愚か、自分の身体のことさえわかりてはおらんのさぞ。それでこの世を持ちていくつもりか、わからんと申してもあまりでないか。神の申すこと違ったではないかと申す臣民も、今に出てくるぞ。神は大難を小難に祭り変えているのにわからん、かえらい、ひどいことできるのを小難にしてあることわからんか。ひどいこと出てくること待ちているのは、横島の神魂ぞ。そんなことでは、神の臣民とは申されんぞ。臣民は神に悪いことは小さくしてくれと、毎日お願いするのが務めぞ。臣民禁欲なからわからんぞ。欲もなくてはならんのさ。ぞ、取り違いと鼻高とが一番怖いのさ。神は生まれの赤子の心を喜ぶぞ。磨けば赤子となるのぞ、いよいよが来たぞ。9月10日、火付くの神。